皆さんどうもこんにちは、なおです。今回はですね、引き続いて王様ランキングの第9話を見ていきたいと思います。さて、前回王様ランキング8話の復習をしていきたいと思います。前回の王様ランキングは確かボス王がダイダの体に乗りつって、それを王妃様にバラしたっていうところで終わりましたよね。一番衝撃的なところはそこやったかな。あとはボーマスとホクロが王国から帰ってきたっていうところでしたね。で、ボーマスがホクロが死刑になるところを助けようとして飛び入ったのはいいけど、ボス王に止められて、で、ボス王からまた新たな任務をいただいて、ホクロと共に旅立ったっていうようなところでしたね。私今これ撮影してるのが放送から多分2日後経ったあたりなんですよね。で、2日後経ったあたりでまた私盛大なネタバレを公式から食らってしまいまして、はい、ネタバレというか、まあ見ちゃった私が悪いんですけど、こちら、でれー、王様ランキング完全設定資料集っていうものを購入いたしました。でもこれいろんなね、中身とかは見せれないんですけど、いろんな設定が全部書いてるんですよ。こういうのね、私も大好きで、最後の方には監督とかキャラクターデザインされてる方とかの座談会みたいなのも書いてあって、あとは声優さんのキャストの座談会とかも書いてあって、こういうのを見るのもめちゃくちゃ好きなんですよね。作品の裏側とか知ることできるんで、あとね、すごくね、背景とか設定画がすごく細かく載ってあって、王様ランキングの世界をねめちゃくちゃ楽しめるんで、おすすめです。王様ランキングの原画展とかあったら行きたいなと思ってたんですけど、まあこういう本を出してくださったので、もうこれ一冊でいつでも楽しめるんで、もうぜひこれちょっと買って見てみてください。で、私これ買ってで、その9話を見る前に見ちゃったんですよね、この設定画集を。そしたらところどころなんかね、ネタバレ要素みたいなところが入ってて、これってもしかしてこういう展開になるんちゃうかなっていうようなところがちょっと見えちゃうところがあったんですよね、この設定画集で。なのでちょっと途中まで読んでちょっと置いとこうと思って今置いてます。早くもう全部見たいんですけどね。ちょっとでもまあその前にちょっと先にあのアニメの方を見ようかなと思って、じゃあこれから見ていきたいと思います。9話の予想というか、予想なんですけど、で、王妃様が殺されるって言ってたんですけど、あのね、あの、なんかめちゃくちゃ強い怪物に襲わせて、王妃様殺すって言ってたと思うんですけど、私の考えでは、多分、四天王最強のドルーシが王妃様を守って、王妃様生き残れるみたいな感じになるんちゃうかなと思うんですよね。あとはね、ボッチのね、武器ね、ボッチの武器に関しては私ちょっとあのさっき見せた設定資料の方でネタバレを食らってしまったので、もう分かっちゃいました、武器は。まあボッチがどういう風に今後強くなって、デスパー王にどういう風に認められていくようになるのかもちょっと見ていきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。王様ランキング9話 GO。 お食べ物チャンネル。ちょっとお腹が空いたのでコーンポタージュを食べながらでもいいですか。久しぶりの食べながら会、じゃあちょっと食べながら見ていきながらしたいと思います。うまー。それでは早速見ていきます。第9話、王妃と盾。前回と同じようにボス王が自分はダイタじゃなくてボス王であるっていうのをヒリングにネタバレしたっていうところから始まってますね。なんか声優のカジさん声質変わってない、だいぶより王様感が増したというか、なんやろ、髪がヒーリングっていう風になんか深い声で言ってたから、なんか王様感が増したような気がする。やば、木の棒バキーポキー、すごい。なんかボス王とヒーリングの出会いのシーンが垣間見れていいね。なんで木の破片あんなキラキラになる普通。でもなんかプロポーズっぽい感じがあっていいね。王妃様になる前のヒーリングもめっちゃ可愛かった。今の分からんのか、ボス王はもう息子のダイルダがどこにおるか分からんのか、なかなかピンチやな。ヒーリング倒れた。私の想像言っていい？ずっとちょっと考えててんけど、ミランジュ？多分ごめん、私ずっと今までミランジュって言っててんけど、正しくはミランジュやったな、ミランジュ。そう、魔法の鏡のミランジュはもしかしたら多分ボス王のことが好きで、ボス王の妃になることを望んでるんちゃうかなっていう風に思ってたりするんですけど、どうでしょうか。そんな色恋沙汰はないか。はい、ごめんなさい、ちょっと見ていきたいと思います。オープニングです。
のめちゃくちゃいいオープニングもね、この本にね、絵コンテとかめちゃくちゃ書いてるんですよ。それを見てたらね、あ、こういう経緯があってこの素晴らしいオープニングが出来上がったのかっていうのを知れてね、めちゃくちゃいいんで、ぜひ買ってください。おすすめ、マジで良かった。まだ全部見れてないけど。ごちそうさまでした。王子様がうなされてる。ドルシュかっこいいな。リング様を絶対外に出してはいかんぞ。分かったか。多分これから野獣と戦うねんな。でも生きるんかな。アピスもさ、なかなか苦戦してた野獣やったけど、ドルーシの過去編突入です。ドルーシか、ドルーシやってて。ドルーシは王の槍やってんな。アピスが槍やったけど、地位を下ろされというか変更されて、ドルーシが守る役に命じられてんな。ボス様の信頼を失ったってちょっとネガティブに考えちゃうよな。随分と大きくてむしゃ苦しいわね。ツンツンしてんな。あそこがいいけど、私は王妃なのよ。その命令が聞けないの。なかなか高飛車やな。ほんで扉の開け方雑やな。バーン。ケーキだけ奪って逃げるぼっち。かわいいな。ケーキ欲しかったな。ご機嫌いかが。こうしてドルーシは王妃の盾になったと。かわいい。王妃とぼっちの遊びがかわいい。よーし走れ。走るだけでこんなに平和な世界なんか。しかしあなた足遅いわね。本当に私を守れるの。なかなかヒリングは言うよね。そういうところも好き。そして時は現在。おお、ドルーシ頑張れ、ドルーシ頑張れ。あーイエーイ。そんな鎧身につけてていいや。やば。そんな鎧身につけながら生活してた。すげえな。ミランジョがあの野獣たちの住処に行ってる。魔女の虜。そういう攻撃技があるのね。こうからのこう。こうからのこう。カポ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 。やべえ、なかなかきついこと言うな王様。ヒリングか私、お前はどちらにつくのだ。やって。こうポキーポキーからのポキー。そんな血流してたら死ぬぞ。ミランジョ、今この時を楽しもうではないか。え、王様誘ってる？すっごいミランジョのこと誘ってんねんけど。え、この女の子はミランジョやったん？なんかね、設定資料集とかでこの女の子が出てるのを見たことがあって、この子誰やねんやろ、新キャラかなと思ってたら、お前やったんかーい。ミランジョしかもめっちゃダンスしてるし、ミランジョ可愛いやん。やばい、やっぱそうやってんや。私はとても幸せです、ボス様って言ってる。絶対ほらほら、お父さんのこと好きやってんや。すげえ、女の顔当たんな。ちょっと待って、ちょっと待って、もうそういうことなの。見てください、この鳥肌見える。ぶつ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 のぶつぶつ。ちょっと思考停止してた。ミランジョすげえ、あいつ泣ける人やってんな。ボス王もすごくな、なんかいい男感が出てた。ボス王すっげえモテモテやな。そう思ったらかー、なかなか深いというか、なんかいろいろありそうやなこれは。まあでも私が想像するに、ミランジョはボス王のことが好きで、ボス王のと一緒にいたくて、あの絶対好きやん。ミランジョボス王のこと絶対好きやん。美しいとか言われてさ、喜ぶわそれ。だって鏡になってまでさ、今を楽しもうって言われてさ、ダンスしてすごい楽しかったよな。でも魔力が続かんからさ、鏡の中に戻っちゃったけどさ。だからか。いやちょっと待って、ごめん、続き見るわ、ごめん、続き見させて。ヒリングが助けてあげたんか。死ぬわけないじゃない、私がいるのに。ヒリングがおもろくなってる。ヒリングが王様と戦う、ボスと戦ってダイダを取り戻す。楽しい、面白い。ダイダがやばいやばい。ダイダがかわいそすぎてやばい。これか冥府への扉って。あー、わかった。ミランジュのやりたいこともわかった。わかる、王妃様の言いたいことわかる。お前は死んだからダイダを返せっていう気持ちめっちゃわかる。確かにわかる、ほんまやな。あんまり言いたくないけどさ、それが
母親らしいというか、旦那にそのこと言うのもあれやけど、でも母親やったら子供を優先にしたいよなって思うんですけれども。うわー、代々がお母さんの声を呼んでる。もうまるで赤子のように呼んでる。あー、母上っていう声がもう心に。あー、待って、鳥肌がやばい。うん、ダイナー、パブリキリング。やばい、鳥肌がやばい。ちょっと待って。やばいよ。すごいやばいよ。面白いよ。面白くて涙出る。すごい。すいません。取り乱してしまいました。ちょっと待ってな。感情の整理ができん。おたまのチャンネル。いや、面白かった。今回やったことは、ヒリングの暗殺と、あとドルーシの過去、あとヒリングと王様の過去、あとはミランジョの過去とミランジュのなんでこういうことをしてきたかっていう思惑なと、ダイダーの、絶望的状況をやるね。ドルーシの強さが分かった回ですね。いつでもさ、全然倒せへんかった野獣に対して3対1でさ、ドルーシがボコボコにしてたのめっちゃ強かったな。ドルーシもさ、こことここをパチッって噛まれてさ、まあ、絶対絶命の大ピンチでなかなか守り抜いたけど、そのミランジョが驚くぐらいやからさ、それぐらいドルーシが強かったってことやな。まあ、王様の目に狂いはなかったってことやな。あとはヒリングと王様の過去やね。ヒリングなんか修道院っていうか修道女みたいな格好してたから、ヒリングの、ね、その回復スキルっていうのはその修道院かでなんか習った感じなのかなと思ってしまったの。あとなんかな、その王様となヒリングのなんかプロポーズというか2人の馴れ初めもなんかちょっとキュンキュンでしたな。俺はライダーではないボス王だって言った時にさ、2人だけ知ってることをやってさ証明させるみたいな、もなんか王様キサやなと思っちゃった。あとはね、ミランジョの過去ですね。一番ちょっと衝撃的な事実だったかもしれへん、今回。ミランジョがね、ミランジョの策略がね、ミランジョ多分王様のこと大好きで、王様と一緒に新しい時代を作るって言ってたから、そうだね。で、私、ミランジョの外見が好きすぎて、おどけない、幼い感じの顔がすごい好きで、ミランジョ好きになっちゃった。単純やけど。なんかミランジョも、自分が王様と一緒になりたいっていう一心でダイダのことを騙したり、ダイダに薬飲まして王様を復活させたりっていう企てがあったっていうことで、ああそういうことだったんねって思っちゃった。なんかミランジョはダイダを乗っ取って王国を支配するみたいな、そんな軽率なことを考えてた私が、なんかあ、ごめんなさいってなった。もっと奥深いところでミランジョはいろいろ考えながら行動しててんなって思って、あ、ごめんなさい、私ちょっと警察でしたってなりました。すいません。で、最後ね、ダイダの赤ちゃん帰りね、はい、赤ちゃん帰りっていうのあれやけど、ダイダがさ、どんどんさ真っ暗闇の中の世界に行ってさ、気が狂うシーンの、あそこの作画すっごかった。なんかもう芸術を感じた。あそこのシーンだけで PV 作れそう。ダイダがってなってる、あの作画めちゃくちゃ良かった。まあそういうところにずっとおったらさ、気が狂うよな。赤ちゃん帰りもしたくなるわ、はい、お母さんの救いの声が聞こえてさ、母上って呼ぶダイダの声がもうなんかもう、まるで自分が母親になったかのように錯覚しちゃった。だからさ、ヒリングにめちゃくちゃさ感情移入しちゃった。だからさ、もうヒリングは必死になってさ、王様を刺してまで、刺してというかもう刺してまで王様我が子を助けるみたいなシーンにさ、あーヒリングわかる、そういう必死になるところわかるってなっちゃって、でも周りから見たらさ、あいつ気狂ってんなーみたいな感じにしかならんのよね。母の愛やなって思ってしまったね。で、そういう状況に陥ってダイダがさ、あーお兄さんもこんな感じやってんなって思うわけですよ。もうその瞬間もう面白すぎて涙出ました。面白すぎて涙出るってことあるんやと思って。初めてやわ。
で、なんか私が思っちゃったのは、そういうダイダが今の状況に陥っちゃったのってミランジュのせい、魔法の鏡のせいってなってたから、多分ダイダがこの暗闇の世界から出た暁にはダイダは真っ先に魔法の鏡を殺しに行くんやろうなと思って、なんかそういうバッドエンドしか目に浮かばへんかった。ダイダって血の気多いからさ、多分魔法の鏡を殺すんちゃうかなって思ってしまいました。なんかな、ダイダに魔法の鏡を殺すなとかも言えへんのよね。なんかもうダイダにも感情移入しちゃってさ、ダイダを応援したいの単位メンバーとしては、私はダイダを応援していきたいと思います。でもな、ミランジョも結構嫌いになれへんからな、どうしようかなって感じ。あ、複雑や。なんかな、いろんなキャラクターがいろいろ動いてて複雑やねんけど、視聴者側もな、いろんなキャラクターの肩を持ってしまうから複雑やねん。分かって、この気持ちってことで今日はこれで終わりたいと思います。次回10話まだ見ていきたいと思います。それでは。